サンシャモンは、フランス、オーベルニュローヌアルプ地域県、ロワール県のコミューン。ジェカワ国にある、サンシャモンは、北を、リオネ山地、南を、ピラ山地に挟まれている。サンテティエンヌとは1 2トル、リオンとは4 5トル離れている。1914年頃のサンシャモンサンシャモンの原型は、ローマとシルグドゥヌムへ水を供給する5本の、 水道橋のうちの一本の監視所であった。ジエ水道は三モ門の上流で採水したジエ川の水を運んでいた。この水道橋の一部は現在もモルナンで見ることができる。水道の地下部分は1980年に三モ門で発見された。ジャルズ地方の中心として三モ門領主は地方で重要であった。 サンシャモン領主メルキオールミットド・シュブリエールは都市にその足跡を残した。一つは彼の知性に建てられた多くの建物が現在も見られることである。サンシャモン城はフランス革命期に住民によって破壊された。城の基礎部分のみが現在サンテヌモン丘に残っている。サンシャモンとはリヨン大主教であった聖、エヌモンにちなんで名付けられた。 音声学上の変化を重ね、現在のセインとキャメンドとなった。教会に関係する、この名前は、フランス革命期にたとしでそうであったように忘却の奥に短期間を知やられ、変わって植物学者にちなんで、バレル層と呼ばれていた。1628年の国史病流行は、悲惨な出来事となった。人口の半数が死んだという。1793年、 リオン住民は国民公開に対して反乱を起こし三モ門でも暴動が起きた。リオン軍の敗北は三モ門での暴動の鎮圧をもたらした。1848年、成功業者の息子、ジェルマン・モレルは、m m ペタンやゴードと共に三モ門にモレルイコールイコール死者を設立した。1854年にこの会社は、 イギリス人の新たな共同経営者ジャクソンと共に、連鉄、海兵隊、鉄道のオーフルの社となった。1880年、三モ門は、レース産業の世界的な中心地となっていた。レース産業の基礎を築いたのは、シャルル・フランソワリ・シャールと、その息子エヌモンであった。18年後、レースメーカー10社で構成されるマニュファクトゥールレイユ2社が、誕生した。 1950年代、最後の炭鉱が閉鎖され、28の工場と3万9000人の従業員を抱えたオーフル農オー社は、クルーゾ・ロワール社の参加に入った。1964年、隣接するコミューンのサンマルタン・アン・コワイユー、サン・ジュリアン・アンジャルズ移住がサンシャモンに併合された。これにより、サンシャモンは、およそ4万人の人口を持つ。 県第三位のコミューンとなった。ありがとうございます。